今日からあと3回なんですが、積分の話をします。これをですね、インテグラルの、まあ、dx、dx とこういう記号で表します。で、まあ、これが、まあ、定積分としては、
つを持ってきたときに、このスモール FX の A から B までの積分というのを、この原子関数で、ラージ F の B マイナス、ラージ F の A と書いて、これで定める。で、まあ、これが、今、定積分というふうに言ってもらう。歴史的にはその逆の順序で発展したということで、まずその積分をどこから考えたかというと、順番としては定積分の方が先、歴史的には先なわけです。で、定積分、まずはその定積分を、まあ、考える人が、まあ、現れまして、でまあ、古くは、アルキメデスが放物線 の, とその、まあ、X 軸との間の面積を計算したような計算にも遡りますけれども、まあ、歴史的には定積分から先に、まあ、計算しようという動きが始まりました。で、この定積分をその符号付きの面積として定義するわけです。で、ちょっとその、まあ、符号付きというのを説明するために図を書きますけれども、
こう例えばこう、まあ、こんな感じで y と x という関数がありまして、で、まあ、この fx を、まあ、a から b まで積分しましょう。で、まあ、皆さんご存知のようにこの fx の a から b までの積分の値というのはこのように関数のグラフと x 軸で囲まれる部分の面積と、まあ、関連があるわけですけれども、まあ、それぞれのこういう領域を、まあ、ABC とこういった時にこの定積分で考えるこの面積はまあ、符号を入れて考えるわけですね。 X 軸にこの上の部分にある領域が正の面積で、負の部分にある面積は負の部分にある領域については負の面積というふうに考えるわけです。一応これを、まあ、書き暮らしますと、まあ、FX の A から B までの定積分の値というのがまず、まあ、領域 A の面積ですね。領域 A は X 軸より上の部分になりますから、符号は正です。で、次にこの領域 B の面積なんですけれども、でこの領域 B は X 軸より下の部分になりますから、符号は負とする。で最後に、まあ、領域 C ですね。まあ、領域 C は領域 A と同様に X 軸より上の部分になりますから、符号は正とこう数えます。で、まあ、このようにしてまずこの定積分から始まって、この積分目はこの符号付きの面積をこう計算する、測るというところから始まっています。でまず定積分を考えますと、次に、実はその定積分を考えるということで、で、まあ、これはどのようにして考えたかというと、これもやっぱりこう図で直感的に書きますけれども、まあ、この y イコール fx という関数のグラフがあるわけですね。それで、まあ、最初はこうある x の値 a から b までのこう定積分を考えていたわけです。で、ところが、でその次に考えたのはその積分の範囲ですね。積分の範囲をこういろいろ変えられるようにしてみてはどうか。で、今までですと A から B までというこの範囲を最初に定めて積分を計算していたんですけれども、この図にありますように、この定積分の一つの観点、縦の一つを
この与えられた関数が積分可能かどうかというのが変わってくるんですけども、あの与えられた関数例えば A から B の間で積分可能であれば、定積分の観点の、まあ、これは上の観点で大きいもの観点で一つを変数 X で表すことで、この積分によって求まる面積が X の関数である。でまあ、これがですね、そのこれをまあ A から X までを、このスモール fx を積分したもの、これが、まあ、ある x の関数になるという場合になるという時に、まあ、これを、まあ、仮にライジオ fx と書いて、でこのようにしてその不定積分というのが考えられるようになります。で、あの注意していただきたいのは、あのこの時点ではその積分法と微分法には全く何ら関係がないことです。あの積分は積分としてこの独自のこう理論がこう編み出されているわけです。ここまでだと思います。ということに注意してください。ちょっとこれ読みになります。それでですね、その積分と微分が結びついたのはその次の段階と、まあ、あの不定積分をあのような関数で表すことにですね、この時に初めて最初に設定積分を考えて、次に不定積分を考えて、でそしたら実は不定積分というのは ある場合にはですね、その聞かれるべき条件を満たした場合にはこの不定積分というのが、まあ、これラージエフというのは、まあ、原子関数と呼ばれていた名ですけれども、こう、まあ、不定積分を、まあ、微分は原子関数の一つである。から不定積分を、と微分すると、まあ、元の関数に戻るということが分かって、ようやくその積分というのは微分の逆のようなそういう計算としては使うことができるということが分かったわけです。で、まあ、このことからこの定積分の計算をしようと思ったときに、定積分という、まあ、面積の計算ですね。面積の計算というのはもう本当にその元々はちゃんと定義に従ってこう積分の計算をしなければならなかったんですけれども、もしその原子関数が存在するということが分かれば、定積分というのはわざわざ積分の定義通りに計算することなく、原子関数を使って
例えばこの fx を a から b まで積分したいと言ったときに、このラージ fx がもしこのスモール fx の原子関数ということが分かっていれば、これラージ f の b マイナスラージ f の a でこの定積分を計算できる。というのが、実は、微積分学の基本定理と呼ばれているものです。これはこの定理が発見された当時の人々にとっては大変驚くべき発見でした。なぜならば、与えられた関数の原子関数っていうのはそう簡単には分かる場合もあるし分からない場合もあるんですけれども、ただその頃はすでに微分という考え方がありましたから、与えられた関数を微分することはできたわけですね。そうすると、与えられた関数が、微分できるということは、その微分した関数の、原子関数はすでにこう我々が知っているということで、そうすると、今自分たちが知っている関数が、もしその同関数を計算することができるのであれば、我々はその原子関数をすでにたくさん知っているということになるんですね。そうなると、その知っている原子関数を使って、その同関数の定積分を求めることができるということで、そのわざわざ積分をの計算の定義通りでやらなくても、原子関数を知っているものについては、その原子関数を原子関数を知っているものについては、原子関数 を使うだけでその定積分が計算できるというのが、当時の人々には非常に驚くべき発見だったというのが、そういう歴史的な経過を経て、微分と積分というのは結びついてきまして、今では大体その微分を勉強したり、積分を勉強するというようなことで、大学の微積分の基準のようになっておりますけれども、一応歴史的にはこういう高校の教科書で皆さんが学ぶ範囲とは、ちょっと違った発展の仕方をしているということに注意して置いてほしいと思います。ですので、一応この授業も大筋では今の歴史的な流れに沿った話をしたと思います。で、1学期ですね、あと今日入れて3回ですので、あまりたくさんの話題は扱えませんけれども、大体、一応これから話をしようかなと思っているのは以下の内容です。まずリーマン積分というのが我々普通に扱う積分の考え方でして、これは数学者のリーマンが定式化したことで、このリーマンの名前がついているんですけれども、ここではリーマン積分の定義そのものはちょっと時間がかかることですとか、それから実際に3学期の微積分算で扱うような内容ですので、その微積リーマン積分の定義そのものはやりませんが、それと同等な考え方を、説明します。で、それからと、定積分の基本的な性質、
をまあ説明しまして、それから先ほどその上の方の黒板にありました、微積分の基本定理についてやります。で、それが終わりますと、まあ基本的な不定積分の計算です。できたと思われる部分は多少飛ばしていく可能性がありますけれども、大学の初年度で学ぶいくつかの重要な不定積分の計算の方について、は説明します。あと最後に、講義積分といいまして、まあ、本来はそのリーマン積分の定義では積分できないような場合にいくつかの問題においてまあ、局面を取ることによって積分を計算するという話をします。で、大体この1学期の積分のところではこのようなテーマで話を進めていきます。ちょっとこれ扱う内容ですね。ここまで何か質問ありますか？積分がですね、そのどのような考え方で求めているかということで、まあ、リーマン積分の話をまずしようと思いますけれども、まだ左側を映している人がいると思うので、もう少し待ちますか。大体の人が打ち終わったら話を始めるかなと思います。リーマン積分なんですが、リーマン積分の定義自体は先ほど言いましたけれども、まあ、ちょっとこの時間数では扱うのは大変なことと、それから、まあ、3学期の積分関係でも扱うと思いますので、リーマン積分の定義自体はここではやりませんけれども、そのリーマン積分の定義と同じような考え方、同じように扱える、同等に扱えるその考え方で、そのまあ積分の計算をこのように行うというアイデアとして、リーマンはどのようにやるのか、
コール FX という関数がありまして、でこれをまあ、X が A から B までの範囲でこうこれから積分しようと思うんですけれども、まず分割というのを考えます。これはどういうものかというと、この X のこれから積分しようとしている区間 A と B の間をまあ分割するんですね。A 区間AB というのを、まあ、N 個の小さい区間、これ Xゼロ、X1、X2 点点点といって、最後にX の N マイナス1から XN に分けます。ですので、この積分の区間の下の端点 A を、まあ、X0 と同じですね。で、以下 X1 とか X2 とかっていって、最後 X の N マイナス1と切って、この積分区間の上段 B がちょうど XN に大きくなるように、このように分けます。 X0 が A で XN が B と、でまあこれを、まあ、記号をつけるんですけれども、これをデルタと書いて XI、まあ、こういう集合ですね。i が0から n までの残り0で、もしくは i もしくはこのデルタですね。デルタは で、まあ、こうやってその AB の間をこう N 個の長期間で分割しまして、でその、まあ、次にこのデルタ XI という記号を定義するんですけれども、このデルタ XI はこの分点の、長さですね。 XI の長さです。これは i が1から、まあ、n までこのように、各小区間の長さを xi、デルタ xi というふうに定義をします。で、ちなみにこのですね、各小区間の幅デルタ xi は、まあ、必ずしも等間隔でなくてもよいものとします。
で、そうしますと、その、この各小区間の幅ですね、この幅の中で、この最大値が存在する数ですね。今、N 湖っていうのは流言湖の区間に分割しますが、そうすると N 湖の区間の中で、最大、区間の幅の最大値が存在するわけです。で、これを、まあ、デルタの、まあ、絶対値の記号になります。幅の区間の幅の最大値を分割の幅、分割の幅とか、もしくはメッシュサイズ。というふうに呼びます。さて、これからその実際にその、まあ、積分の元になる値を計算するわけなんですけれども、A から B までをいくつかのまず区間にこう分けるんですね。で、これはまあ、面積を求めようと思うと大体皆さん差し出すと思うんですが、まあ、このグラフと X 軸で挟まれる面積ですから、まあ、こういう、まあ、グラフの高さがほぼ等しいようなこう短冊をこう積み重ねていけば、まあ、積分の計算ができるとか、そういうアイデアでこう計算をするわけです。で、そこでじゃあそれぞれのこの小区間ですね、それぞれの小区間で、まあ、短冊を作るんですけど、短冊の高さをどの程度にすればよいかということが、まあ、気になるわけですけれども、でこれは、例えばそうですね、この最初のこの x0 と x1 の間の区間ですと、この区間の中から、まあ、適当な点を、まあ、カット点を選ん でそこでのこの関数 fx の、まあ、値を持って短冊の、高さというふうにします。ですので、そこの各区間内の勝手な点をですね、これギリシャ文字でクシーとかグザイという、字なんですが、このグザイアイというのを、各小区間ですね、xi-1xi、これから2の点を選びます。で、そうしますと、まあ例えばこの x0 と x1 の間からは、まあ、この点の点を
まあ、座位1と選んで、で今度 x1 と x2 の間から、まあまあ、この辺の点を座位2と選んでというふうに、こう各小区間からこう1点ずつ、まあ、小区間内 の勝手な位置を選びます。でそして、まあ、そこでのこの f の値をもとにこう短冊をどんどん作っていきます。そして、この短冊をこの区間、小区間ですね、今、N 個に分けた A と B、A 区間 AB を N 個に分けた小区間で、この短冊をすべて加えます。で、これを記号で S の、まあ、F、セミコロンに出るのと書いて、で、i が1から n まで、短冊の高さは f の、部材 i で、それから短冊の幅はデルタ xi。で、これをこのラージ f というふうに書きます。で、このラージ S の i と2、この f とデルタが並んでいるのは、まあ、もうお分かりだと思いますけれども、この S というのは、まずその今扱っている関数 fx に応じて決まるので、あとその分割ですね、分割によってもいろいろ変わってくる。だから一つの分割、をデルタというふうに書きましたけれども、この関数 f と、この分割データによって定まる技だということで、こういう結果をします。で、この S のことを、分割データに、付随する F のリーマンを、これ上に上げていきちなみに今説明しましたこの F のリーマンの定義は教科書ではどこにあるかというと、78ページから79ページにありますので、後で復習したいという人はぜひそこを読んでください。ここまでいいですか？はい。質問なんですけど、はいはい、その場合のリーマン積分はそんな単調でなんか一切一切を伸ばすんですけど、例えばこうこういってこう戻るような
1つの y に対して x が2つ以上乗用する場合という感じで考えていますか。あー、x が多が、まあ、関数というのが必要と思うんですけど、あ、一回戻るよ。基本的にそのこの微積分の最初で関数はというのをあのこういうものが使えますというときに、基本的にそういうあの x の1つの値に対して、まあ、y の1つとなるようなものを扱うというふうにしてましたので、ですから例えばその逆三角関数なんかですと、まあ、一般にはそういう多角関数なわけですね。だからこの微積分で扱う上ではその定義域を制限、定義域は地域を制限して地域を制限することによってあの、まあ、x の一つの値に対して何が一つだけ定まるというような状況にして検証していますので、だから基本的にはその一つの x に対してこう y の2つ以上定まるものについてはあの積分が考えないはずです。基本的にその x 1つの x の値に対して y が1つ上回るようなのについてのみ関数です。まあ、例えばその例えばあの円とか単位円とかあのいうのもありますけれども、ああいう場合ですと、まあ、積分自体の計算がその例えば単位円の中でその y が正の部分のみに対してその積分を行って、で、まあ、面積を求めようと思ったら例えばこれあのその関数の性質を利用して例えばこう単位円円で考えればその実際の積分はこの x が正の部分のみに考えて、あとこの関数の性質を利用してこうスクエアディバイスすればどうでも面積が求まるとか、あるいはこの回転台ですとやっぱり回転を止めることで回数が求めるとか、そういったその工夫をいろいろやって計算しています。はい、他に質問ありませんか。はい、で、一応リーマン枠にはまあこのようにこう定義されます、されるわけです。で、先ほども述べましたようにこの、まあ、リーマン積分の定義自体はまあ、ここでは、まあ、扱いませんけれども、まあ、詳しくは、まあ、三角形ですね。に扱われるはずです。あと、教科書では、この第3章のセクション3.7節にリーマン積分の定義 の説明がありますので、まあ、興味のある人はそちらも参照してください。それで、あのこのリーマン積分自体の定義とこの、まあ、リーマンはどの関係がですね、次の定義によって説明したいと思います。後ろの方なんですけれども、教科書ですと105ページの定義 3.13 というところに、定義がありまして、でここではそのfx が
そしてか、I という定価ですね。AB で囲まれる定価において、リーマン積分可能である。リーマン積分可能であるならば。この2万はというのは、定義で言うと、まあ、N 個の分割をして、で N 個の区間ごとに、まあ、勝手な点を選んで、短冊の長さを決めて、で短冊の幅は、各区間の幅ですね。でこれで、まあ、N 個の区間の小区間の和を取るということだったんですけれども、ここで、この区間の幅の最大値をどんどん小さくしていくと。すなわち、そうすると必然的に区間の個数はどんどん増えていきますけれども、区間の幅をどんどん小さくしていくと、そのリーマン値というのが、実は、こちらはリーマン積分によって定義される、まあ、定積分の値ですね。定積分によってどんどん近づくと。効率が成り立つということが知られています。ですなわち、このことはですね、そのどういうことを言っているかというと、もし F が、まあ、積分可能であれば、
額の高さを決めるこの具材の取り方というのはいろいろな取り方があるんですけれども、まあ、どのような取り方を勝手な取り方をするにもかかわらず、この分割の幅さえどんどん小さくしていけば、このリーマンは、ね、積分の間にいくらでも近づけるかもしれない、極限値の指数というのが、まあ、この、リーマンに関する性質のポイントです。以上はその、まあ、リマン積分に関するリマン説明ですけれども、ここまでいいですか。それで。まあ、積分ができればこういうリーマンを考えることが、まあ、積分を考えることにつながるんですけれども、じゃあそのどんな積分、どんな関数が積分可能かっていうのをやはり数学としては興味が対象なので、ちょっと増えておきましょう。リーマン積分可能な関数の例をちょっと挙げておきます。まず、一つ目として、挙げるのは、まあ、皆さんもおなじみの連続関数ですね。連続関数が、リーマン積分可能であるという、性質は教科書では定理 3.14 というふうに言います。ですので、まあ我々が普通普段考える、まあ、大抵の関数は、まあ、積分できると思って、まあ、いいでしょう。で、この連続関数がですね、このリーマン積分可能であるという性質の証明にあたって使われるのが、その関数の一応連続性と呼ばれる性質です。で、これ実は実数の最初の方で教科書で扱われておりまして、定理の 1.14 というところで出てきます。で、確かこの授業の最初の方で一応連続性という言葉を出したときに、これは積分の方でやりますと申し上げましたが、残り時間を見るとちょっと今扱うには時間が少し厳しいのと、多分一応連続性よりも優先して説明することが他にもありますので、すいませんが一応連続性については、まあ、今回は、まあ、この連続関数のまあ、積分可能性の上で、まあ、使われる性質だということだけ説明に留めております。で、詳しい説明はまあ、一応連続性の概念とかですね、それからあとリーマン積分の証明の可能性の証明の中での使い方っていうのは微積分3の方で3学期に扱われると思いますので、まあ、そちらで
興味ある人は勉強してください。もしくは、まあ、教科書を今ちゃんと載ってますので、自分で、まあ、調べてもらっていいと思います。で、次に、まあ、積分可能な関数の例として挙げられるのは、まあ、区分的に連続な関数の例。これは、教科書の108ページに詳しく説明があります。で、まあ、これを見ますと、その、まあ、結論から言うと、そのリーマン積分可能なためには、必ずしもその積分する区間で、全区間の全ての点で連続である必要はなくて、まあ、これどういうものかというと、まあ、不連続点が高々、まあ、は有限である。この高々っていうのも数学での特有の言い回しなんですけれども、まあ、多くても有限としては存在します。で、それから、まあ、各々の連続点において右極限と左極限が共に存在する。まあ、こういうものを言うんですけれども、もう少し、まあ、直感的な図で示します。まあ、例えばこれからですね、ある y イコール x を負荷 a から b の間で積分しようとしたときに。まあ、区分的に連続な関数の例を今書いてるんですけれども、まあ、必ずしもこの関数は連続、この A、B の全ての点で連続でなくても、まあ、積分は可能という例で、まあ、例えば、今最初に書いたこの点のように、もうちょっと一応関数を増加してもらって、今図を書きましたけれども、例えばこの図のように、こう、まあ、例えばある点で、この場合はこの点です。この点での値というのは、まあ、こちらの、まあ、関数の極限に含まれているの場合ですね。それから、次のこの、まあ、これ x1 と x2 で、この x2 ではこの、まあ、左からの極限と右からの極限が異なっていて、しかも X2 における F までも異なっている。まあ、こういう場合もあり得るんですけれども、まあ、こういう場合でも、区分的に連続の関数に、まあ、含まれるということですね。まあ、注意すべき点は、この、まあ、不連続点が、まあ、多くても有限無効であるというところに注意します。
で、まあ、リーマン積分からの関数の例と3番目としては例と3番目としては単調関数というのが例です。これが教科書ですと、教科書107ページの定理 3.15 というものです。ということで、まずはリーマン積分からの関数の、まあ、例として代表的なものを3つを挙げておきました。あとは、まあ、数学の場合ですと、いろいろ、いわゆる病的な例を作ったりすることもできて、で、まあ、演習問題などは、こういう関数は、まあ、先ほどに可能でかどうかという問題が出ることはあります。ここまでいいでしょうか。はい。そうですね。当たられていいんじゃない、単調。他に質問ありますか。はい。それでは、この予言だともうちょっとで終わるんですが、とりあえず定積分の基本的性質に入りまして、一応社員がなるところでちょっとやりましょう。まず、定理の3.1です。ここでは、A と B ですね、これまあ全部実数なんですが、A と B の間に C という値が挟まれているとします。で、この時、まあ fx が、fx が ab で、まあ、積分化の、そのときに、この fx は、
ね、この間に挟まれた C ですね、これで間を分けて、F 間 AC、および F 間 CB で積分考えます。そしてあの逆もまた成り立ちまして、この分割されている区間の方で積分が可能であれば、それをつなげた区間でもあの積分が可能という性質です。で、2番目としてこの fx が、まあ、ab で。積分可能ならば、この AB でも積分の値はそれぞれの分割された区間での積分の間に合うというのが、まあ、この最初の性質です。また何か質問がありましたら、こちらに載せてください。一応この1回聞いてください。